はい、どうも皆さん、こんにちは、かったです。今日はアニバーサリープレイヤー第2弾の登場、イベントは匂わせ通りドリームキャラバンが来たということで、ドリームキャラバンの攻略法を解説していきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。まずドリームキャラバンの攻略に入っていく前に主な更新情報を見ていきましょう。一つ目がリアルタイム対戦の大会告知、スピリーグ予選以来の大会となっています。純正で戦うチーム魂杯、スピリッツ統一のテクニカル杯の好きな方を選択しましょう。初心者はテクニカル杯がおすすめです。続いて2つ目、自チーム OB 狙い撃ちスカウトの登場。 OB 登場後は毎回恒例となっています。取り逃した選手がいる方はここで獲得していきましょう。基本はスルー推奨です。そして3つ目、アニバーサリープレイヤー第2弾の登場。動画内で何度も触れていますが、必ず累計を終わらせてから60連目を引くようにしてください。ドリームキャラバンが来てくれたため早めに補強ができるでしょう。明日ガチャ動画を上げる予定なので楽しみに待っていてください。主な更新情報は以上になります。続いては本題のドリームキャラバンの攻略に入っていきます。まずドリームキャラバンがどんなイベントかというと、サイコロの結果に応じて調子くんがエリアを進み、その過程でキャラバンメダルを集めるイベントです。マスには様々な効果が用意されており、アイテムを駆使してどのマスに止まるかがこのイベントの重要なポイントとなっています。今回はシリーズ2に持ち越せる、かつ経験値 1.8 倍に重なるため激アツな開催となっています。ということでポイント解説の方に入ります。ポイント1つ目、止まるマスの優先順位に関してです。優先順位の高いものからまとめるとテロップの通りとなっています。ゲストマスは結果的に多くのキャラバンメダルの獲得につながるので最優先となってくるでしょう。またアイテムマスでキノコや駅弁が取れれば実質ゼロエナジーでマップを進めることになりますので、アイテムマスも価値が高めになると思います。ただ優先順位を意識しすぎてアイテムが溢れてしまうと意味がないので、アイテムが溢れそうな時は積極的にアイテムを使っていきましょう。続いてポイント2つ目、常に 1000CP 以上の資金を持っておきましょう。ドリームキャラバンではゲストマスやイベントマスで資金を使う機会が用意されており、最も資金がかかるイベントで 1000CP となっています。資金が発生するイベントは資金を持っていないと発生しないので、なるべく 1000CP 以上はキープするようにしておきましょう。資金を使うイベントはほとんど当たりのイベントとなっています。続いてポイント3つ目、イベント序盤は安い買い物、後半は高い買い物をしていきましょう。ショップ末で安く売られているアイテムはうまく活用していけばキャラバンメダルを集める効率の良さにつながりますので、一等の S ランク 30% 契約書を大量に集めるための近道となっています。逆に高い買い物は S ランク特訓コーチやゴールド契約書などイベントには関係ないアイテムとなってくるので、 S ランク 30% 契約書の大量収穫にはつながりません。高い買い物と試練アイテムはイベント終盤に資金が余りそうな時のみ使っていきましょう。続いてポイント4つ目、持っておくべきアイテムに関してです。理想としてはショップチケット、幸運のお守り、キノコ3種類となっています。偏りがあると思いますが、キノコを使えばイベントマスやゲストマスに泊まりに行き調子アップが狙えるチャンスがありつつ、キャラバンメダルの獲得効率アップにつながるため万能なアイテムとなっています。悪魔よけにも使えるので、全てのアイテムのいいとこ取りをしたものがキノコだと思ってください。とりあえずキノコを優先していきましょう。続いてポイント5つ目、ボスの試合は超級を選びましょう。難易度が高いほど得られるキャラバンメダルが多いので、基本は高い難易度を回るのがおすすめとなります。オーダーは調子が普通の際に相手とのスピリッツ差が1万くらいついているオーダーを組んでおくと快適にイベントを回れるでしょう。試合中の活躍ゲージに応じて得られるキャラバンメダルの数も変わってきますので、無課金美課金の方は自走差必須となっています。活躍ゲージ700以降は関係ないので、700に到達したらスキップでもいいでしょう。続いてポイント6つ目、ボックスのリセットタイミングに関してです。 S ランク 30% 契約書が圧倒的に美味しいイベントですので、一等の S ランク 30% 契約書が出たら即リセット、または10連以内に2等の A ランク契約書が出たらリセットでいいと思います。 S ランク大量獲得よりも A ランクを大量に集める目的で走っている方は30連以内に A ランク契約書が出た場合リセットでいいでしょう。意外とリセットを忘れてしまうことも多いので、すぐにリセットすることを心がけてください。続いてポイント7つ目、今回の主な報酬に関してです。名産品累計報酬、コンプリート報酬を合わせた主な報酬がこちらとなります。70エナジー、アニバーサリープレイヤー第2弾の S ランク契約書、 A ランク自チーム契約書、 A ランク契約書2枚、ゴールド契約書3枚、11000スピメダルとなっています。第2弾はアニバーサリーの A ランク配布がありますので、ありがたく受け取っていきましょう。
続いてポイント8つ目、イベントマスの選択肢に関してです。イベントマスの2択では正解と不正解がありますので、正しい選択肢を選ぶのが大切となります。テロップで正解を載せておくので、イベント期間中に参考にしてください。続いてポイント9つ目、エナジーはどのくらい使うべきかに関してです。シリーズ2に持ち越せる時期の開催となり、ガチャより価値が高いため、基本はエナジーの数は気にせず走るのがいいでしょう。意識するとすれば洗濯機役所になると思いますが、イベント終了時点で750エナジー残しておけば洗濯機役所は引けると思います。この時期の開催は大幅な戦力アップが狙えますので、全力で走っていきましょう。続いてポイント10個目、ショップチケットはマスの調整にも使いましょう。動画序盤でも話した通り、いかにゲストマスに泊まれるかがこのイベントでは大事になりますので、ショップチケットでマスを調整してからキノコを使用し、ゲストマスに泊まりに行くのもありだと思います。続いてポイント11個目、8マス先がゲストマスの際は運動靴、10マス先がゲストマスの際は魔法の靴を使用し、サイコロの目が6だった際にゲストマスに泊まれる状況を作りましょう。こうすることで最低でも2回のサイコロでゲストマスに泊まるチャンスを発生させることができます。続いてポイント12個目、幸運のお守りを2つ以上持っている場合は悪魔に当たりに行きましょう。悪魔は避けるのが基本ではありますが、幸運のお守りを持っている状態であればキャラバンメダル100がもらえますのでお得となっています。幸運のお守りは優秀ですが、2つ以上持っていても邪魔なだけなので、その際は積極的に消費していきましょう。続いて前回からの変更点に関してです。新規のシナリオを追加しましたと記載されているため、見たことないイベントが出てくるかもしれません。もし遭遇した方がいればコメント欄でぜひ教えてください。ドリームキャラバンの攻略法は以上になります。進め方は把握できたでしょうか。今回はシリーズ2に持ち越せるかつ経験値 1.8 倍に重なるため超激アツな開催になると思います。ここを頑張れば周りと差がつきますので、できるだけ多く周回をしていきましょう。この情報が良かった方、ドリームキャラバンを頑張りたい方はぜひ高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いてイベント期間中の特典は何を選ぶかに関してです。ドリームキャラバンは別コストのイベントですが、ボスの試合などで経験値が手に入るため経験値選択が基本になります。1試合ごとの経験値は少ないですが、周回するかつ経験値 1.8 倍のためかなり選手は育つでしょう。 V ロードと試練はもちろん V ロードを優先してください。本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。明日はアニバーサリー第2弾勝負のガチ動画を上げる予定なので、よかったら見に来てください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。